ショータイムジャパン70キロ級王座決定戦。ファイターとして一番のところで戦いたい。再び世界へ。中島ひろき。クラッシュトーナメント優勝、 K1 ワールドマックス日本トーナメント準優勝など、その強打で日本トップクラスの実力をもぎ取ってきた23歳。まあ、お客さんから見て面白いのはやっぱ倒すとこ打ち合いがしたいです。バンダレーシューバラを輩出したシュートボクセ出身だけに、倒すという掟は常に実行。 K1 では世界あと一歩手が届かなかったものの、まだまだ若い。現在世界最大にして最強の舞台 It's Showtime でその悲願を成就させる。多分2人ボコボコはね、絶対アグレッシブ試合、絶対楽しい試合と思います。ヒートのエースは格闘大国ブラジルの血を引くダニロ・ザノリニ。名古屋を拠点に大会を行う金網格闘技ヒートが送り出す王者はかなりの実力者。佐藤義弘、日向と激戦を演じ、ヒートのリングでは韓国の英雄イ・スファンを KO する。隠れた実力者が世界への踏み台に選んだのがこのショータイムジャパンのリング。中島だったをしてショータイムチャンピオンになって、それから世界のタイトルでベッドルシャで試合やりたいです。名古屋で培われたそのテクニックで衝撃のショータイムデビューを狙う。未来を背負う男の再スタート。実感しているようにその道は険しい。しかし茨をも蹴散らせ、日本の若者よ。ショータイムジャパン70キロ級王座決定戦、中島ひろき VS ダニロ・ザノリニ。